埼玉緑の森博物館。埼玉緑の森博物館は、埼玉県入間市、宮寺地区、所沢市工事や、堀の内地区にある県立の博物館。鞘山湖の北岸、鞘山が丘漁の一角に位置し、埼玉県立鞘山自然公園の中にある。鞘山が丘漁の自然や雑木林そのものを、野外展示物として、自然観察の場として活用する場を目的とした。 博物館である。施設は案内所の小規模な建物のみで、屋内展示物は少ないが、敷地内には雑木林や湿地、溜池などがあり、遊歩道を歩いて生息する動植物を観察したり、することができる。里山の野外展示であるが、里山景観公園ではなく、茶畑や果樹園、野菜畑など、地元農家による生産農地も含めた、いわゆる生きた、 野外博物館、フィールドミュージアムである。定期的な自然観察会や稲作体験教室、雑木林体験教室も開催されている。入館無料。埼玉緑の森博物館では、入間市域と所沢市域で異なる管理方式をとっている。入間市域では、指定管理会社委託方式により、博物館の運営管理を行っている。入間市域では、 博物館設立以来、博物館活動を支える様々なボランティア組織が存在する。稲作体験教室では、地元住民による稲中の会、自然観察会のリピーター、早稲田大学匠の会等、雑木林体験教室では、特定非営利活動法人、埼玉森林サポータークラブが、それぞれの専門分野で協力している。一方、所沢市域では、 2004年12月18日に設立された地元の工事屋八幡湿地保存会が全面会館まで運営管理を直接行っている。工事屋八幡湿地保存会は会員数約40名で工事屋八幡神社の宮寺と宇治湖及び地元住民のほか、地域の研究者 NPO もメンバーとなっている。2008年11月入間地域では 博物館活動を自主的に支える緑の森クラブ事務局は案内所内が結成された。緑の森クラブは埼玉緑の森博物館の活動に関わる人たちの友の会と死の組織で自主的な自然環境調査や自然観察会等のイベント企画実施を行っている。構成メンバーは博物館の設立時以来博物館主催で開催していた。 自然観察会の講師や自然観察会、里山教室、体験教室などのイベント等に参加した地域の市民が友の会に参画している。埼玉緑の森博物館の基本方針。埼玉緑の森博物館の大別された3ゾーン。案内所、水鳥の池、湿生園、駐車場、多目的広場、展望広場、大谷湖湿地、トンボの湿地。 雑木林広場、ソリン広場、西久保湿地、西久保田んぼ、自然観察路、休憩施設等。整備計画期間第1期、入間市域1987年度から1994年度。八幡湿地、八幡田,田んぼ、八幡田,田んぼ広場、自然観察路等。整備計画期間第2期。 所沢市域1995年度から1998年度、当初しかし、6割程度の用地確保にとどまり、1998年度までの開館ができないまま整備は大きく遅れることとなった。その後、2012年8月27日、埼玉県は、博物館の第二期整備予定地の一部を所有する、西武鉄道、トトロのふるさと基金、所沢市、 昼間市と協定を結び、や山が丘領の保全活動に取り組むことになり、2013年4月に全面開館した。今後は、埼玉緑の森博物館保全活用協議会、歌唱を作り、保全活動を進めていくこととなった。埼玉緑の森博物館は、生産のうちや雑木林のある、生きた野外博物館、フィールドミュージアムである。 博物館の大部分を占めるキリンチは、大小植生としての小柄林であり、全域にわたって分布している。小柄林は、鞘山が丘領の代表的な木本群落であり、丘陵の尾根筋から斜面、谷沿いに広がり、入間市域及び所沢市域まで見られる。また代表的な宿には旧高田に起因する湿地が広がっている。入間市域には大野湿地、西久保湿地、 苔圧湿地、所沢市域には、八幡湿地がある。ダイヤと湿地と、西久保湿地では、八つ地形の八つ頭から八つ尻までの距離が長く、特に湿性植物群落が分布している。湿地の植生では、溝そば群落、吉群落、宮間白杉群落が分布している。湿地のうち、水田して活用しているのは、西久保湿地と八幡湿地の八つ尻部分である。 博物館内の植物の種類は、埼玉県による調査報告書、1998年によれば、123か696種が記録されている。哺乳類は、アズマモグラ、アブラコウモリ、ヤマコウモリ、ノウサギなど8か11種。蝶類は32か123種。両生類は、ヤマアカガエルや、ニホンアカガエルなど6か8種。爬虫類は、ニホントカゲや、 カナヘビ、ジムグリなど5か8種、魚類は5か12種、水生昆虫は22か31種が記録されている。1986年11月、鞘山が丘寮の自然保護活動を進めていた、環境保護市民運動団体、鞘山が丘寮の自然と文化財を考える、連絡会議、1981年設立と、鞘山が丘寮を市民の森にする会、 1981年設立は、連盟で、埼玉県に対し鞘山川丘寮の活用と保全の基本計画をまとめた、雑木林博物館構想90ページのレポートを提示した。それを受けた埼玉県は、1990年に知事決裁をもって保全計画を確約した。その間、環境保護団体と埼玉県自然保護課、当時は共同により、 当該地の調査に基づき、基本計画、実施計画について、室内や現地での協議を重ね、1995年7月、雑木林博物館構想は、ほぼ中身通りに、緑の森博物館として実現した。しかし、オープン前から博物館の予定地では、マウンテンバイクや犬の訓練、違法な魚の放流等の事例が、相次いでいた。そのため、 緑の森博物館が、鞘山川丘寮の自然環境と歴史的環境の保全に向きた博物館として維持される、要、1995年5月、鞘山川丘寮の自然と文化財を考える連絡会議及びトトロのふるさと基金は、緑の森博物館の管理運営に関する考え方を埼玉県に提出した。その内容は、以下の4項目を基本原則としている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。